英語を回帰する沈まない船にとって新たな始まり。セーレと出会ったのは冬だったとブローニャは覚えています。明けましておめでとうございます。最近なんだか時が過ぎるのが早くなった気がしませんか？もしかしたら本に書いてあるように時間の流れは心次第なのかもしれませんね。この一年はとても賑やかでした。一人でいるのも好きですが、みんなで集まるのも好きです。ここ数日、お菓子や飾り物など新年の雰囲気になってきたせいか、いつもより時間が早く感じます。人生の時間は限られています。その中でしたいことをより多く実現できればきっと達成感があるでしょう。年始めはまさに計画を決めるのにふさわしい最高の日です。ところで今日の日付にハッピーバースデーと書いてありますが、もう適当に書いた日というのはやめますね。誕生日は平凡な日だと思っていましたが、今ではみんなの祝福のおかげで少し変わりつつある気がします。朝霧が消えたら久々にランニングをしようと思っているのですが、ご一緒しませんか？いつもの場所で待っています。ビアンカー・タジナ。
道がけはブローニャン。久々の戦場よ。今目的地に向かっているわ。了解。熱戦奮闘。Thank you.
ブローニャ、作戦地点に到着。私の番ね。ブローニャ、作戦地点に到着。私の番ね。道が険しくとも、we'll be right back.
わらわ。桜姉おかえり。いい天気だね。一緒にいっぱいお散歩しような。危険は常に予期せぬところ。お腹すいた。先にご飯を食べようぜ。
So I
スが優雅に求めて終えなさい。クリから雷鳴一刀両断。準備はできてます。今日の任務は何でしょうか。この戦闘は勝たなければいけません。時期を見て動きましょう。どうかな。私の手に。
は星を貫通します。必要だな。Tonight I feel like we can survive. Tonight I
ドローンが戦場に到着。今日の任務はクリアしました。休むことをお勧めします。ブローニャがやるべきことは分かっています。見つけましたよ、ゼーレ。またブローニャお姉ちゃんの勝ちだね。